一方ビッグボスの機関スペースシップ BB ではクォークメンは失敗したようでございますね。おお、目ざといなお前。恐縮です。その目ざとさで自分の仕事をしたらどうなんだ。その通りで。新しい惑星はほぼ完成となると、それを置く軌道を作らねばならんのだ。邪魔な惑星を排除するメカを作れ。めちゃくちゃなこと言うな。いらんぞ。お前スターウォーズ見てへんやろ。どんだけだけの規模のねえ作らないといけないか。スターブラスターみたいなの出てきたやんか。星丸々1個なんか改造して惑星1個潰せるようなね兵器作ってたけども。よいしょ。カチャン。おー来ちゃったね。ふるさとはどうだい。どうだいクランク、ふるさとはどうだい。まだまだ買えんな。よし、直進していくか、先こっち行くか。先こっち行こう。もうこういうの回り道先しよう。お、ええやん。ちょうど使えるよこれ。よいしょ。おおおお、リングくぐっていけばいいんだろう。よし、よし、早い早い。このハイドロブースターをね、使えるところを探してたんですよね。ここは一回転しても意味ないな。じゃあ普通に行こう。これ電気が流れてきたらおしまいよ。うう、1個目、2個目、3個目だ。よし、危ない危ない。うん、うお、すごい。結構まずい時間的に。よいしょよいしょよいしょ。なら立つせい。よいしょ、オッケー。1個目、危ない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 。2個目、おおおおおお、おーおー、3個目、やばい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 、5秒しかない。3、2、1、あぶれなんだこれ、ボルトグラバー。はい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 、なんやこれ。ちょっと待ってね、ボルトグラバーどれでしょうか。標準装備みたいな感じなんかな、この真ん中のなんだっけ、ネギリエーダーみたいな感じで。ボルトが吸い付くようになるんやと思うけどね、かなり。うん、多分そんな感じがする。例えばこの辺からこれ壊してみると、あーほらほらほら、あ、吸い付く吸い付く。これ持ってる状態やったら、あの裏技、ボルト稼ぎの裏技結構便利かもしれへんな。早いぞ多分。じゃあ先進んでいきましょう。はーい、お疲れ様でーす。いや、でもこれでほんま余すことなくボルト取れるのいいな。この工場に入るには、はい、ガラクトロンのホログラマーが必要です。あー、ホログラマーか。なんか変身できるやつや。ホログラマーは存在しないようです。 あいつは普通に倒そう。1体くらいやったらちょっともったいない気もする。ほなね、ちょっと待ってね、クイックチェンジ変えるわ。こんな感じにしました。左上をね、スイングショットにしましたね。ちょいちょい出てくるからね、やっぱスイングショットって。でこいつらはパンチングラブでいいかな。おだい、よいしょよいしょ。でまたもパンチングラブの出番だな。よいしょ、いいね。やばい、ボルトが吸い付くようになってからすごい楽しい。よいしょ、ちょっと面倒やから見て。オッケーオッケーオッケー。よいしょ、おうおうおう。なんか俺またちょっと待って、チラッと見えたわ今なんか。おう、
右の方に。あれなんかちょっと年寄りのメガネの人がいる。ホログラマーくれますかね。あ、ここにはないって言ってたの。生きるべきか死すべきか。ねえ、メガつくんなら手伝おっか。実はこれ壊したいんだな。なぜ？ロボットを巨大化する麻酔なんだけど、巨大兵器ばっかり作らされて、これクランクでっかくなるパターン。これがあのウルトラメックだね。しかもだよ、依頼主は悪名高いビッグボス。嫌になって当然。何か手伝えないっすか。例えばこれで君を大きくしてウルトラメックを全部壊してくれって頼んだら。あー、そういう感じ。やってくれるかい。終わったら戻れるっすか。試してないけど理論的には大丈夫。なるほどな。多分ここ進まな。多分無理やんね。じゃあでっかくなりますか。出たー、これあったわ。でけえ。小さいクランクに戻るってでけえ。おお、強えな。銃も撃てるんやこれ。ああ、ラチェット後ろに乗ってる。移動が遅い。だがしかし移動が遅い。そして結構重くなる。エネルギーバーのライトが緑色の時に、はい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 、三角ボタンで必殺技アトミックブラストを撃つことができます。ちょっとアトミックブラスト。あれあれあれ邪魔をするてる。アトミー、痛い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 。アトミー、痛いてめえ邪魔するな。ドーン。そういう感じ。なんか全方位にこうなんか撃つんかなと思って。そういうわけで普通にパンチの方が強いじゃない。ロゲコのヘリコプター。いて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 、これだな。ここでドカーン。よし、結構な数来るねこれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってやばいぞ。結構痛いよ。なんせ移動がねこのスピードやからね。避けようにも避けれへんから倒したかな。これでオッケー。よかった。じゃあもう一度麻酔に乗って多分戻れるよ。麻酔戻れたな。見た目はビッグボスに使われないよう君専用の麻酔に改造しといたよ。ああ最高っす。いや感謝感激だね。これもあげよう。おお早いな。全く新しい先進技術のガラクトロンがまたも作ったぞい。ホログラマー。あー、来たこいつを使えばロボットを騙して仲間になれるんじゃ。二人っきりの休日を過ごすもよし。みんなで一緒に働いて週末はパーティーでフィーバー。いや別にいいです。このホログラマーロボットフェチにはたまらんの。ガラクトロン本社で限定販売じゃ。ま、バレんように気をつけてな。あれ手に入れればさ、きっとロボットでも騙せちゃうんだな。ロボットは決して騙されないっす。あ、あれなんだ。なに、どこどこ。ち騙されましたね。じゃあこれはもう帰ってよろしいパターンですかね。よし、ガラクトロン本社カレボ3に向かっていきましょう。新しいガラメカを探す。レッツゴー。お、ビッグドレッドデッドスペース BB 惑星カレボスリ起動場。ここまで目障りに。普通にバレとる。そしてこのバカどもを使わねばならんとは。よし、もう一度だけ説明する。お前たちブラグ3はブラグ3。惑星正面に突入してこの邪魔者を消すのだ。マジかよ。さあ行け。同時に我々のライバルガラクトロンの本社も壊してしまえ。なんてことを指示するんだ。許せんな。行くぜ。ハイテク惑星ガレボス、カレボス3。ここはね覚えてますよ。たびたび出てき、例えますか、ザ・ゲームの方にもね、リメイク版の方でもこの惑星が出てきてですね、そう、この
動く歩道があるんですよ。よし、じゃあな。終わった、すぐ終わったぞあいつら。大丈夫か、たびたび出てくるんやろな、あんな感じで。ほら出てきた出てきた。よし、はい、お疲れ様でした。はい、はい、じゃあ右の方進んでいきますか。はい、パンチングラブ、ここはパンチングラブが便利そうな。あ、出た出た出た、おーおーおお、うわ、爆弾グラブつけてるこいつら、なんてこったい。よいしょよいしょ、最後だ、よーし、まだか、よーし、 OK、 おい、よいしょ。やばいやばい、危ない。さあまた実験室か。ここはちょっとファイヤーバーナーあたりで早いかもね。あ、意外と硬い。あ、でもまあまあまあこっちの方が早いか。こいつらパンチングラブつけてる、今気づいたけど。マジかよ、おう、よいしょ、えいえいえい、ここはちょっとこれ使っちゃいますか。えい、はい、はい、取ってない、いや余裕ですね。あ、あ、あれも壊された。あー沈んでいきましたね。ダーッダーッ、メルモシープじゃない、メルモビーム使っていけるんじゃないかなと思ってきたけど、まあいいか。これ無限に出てくるパターンじゃないよ。よっしゃー、オッケー。あ、なんかいる、なんだあいつは、カメ。すいません、おじいさん、新製品について聞きたいんだけど。ホログラマーください。バーゼン、わしはガラクトロンの CEO じゃ、当然知っとるわ。 CEO、 ホバーボードの経験は。あ、出た、やっぱここでやるんや。1、2回ぐらいは。実は今ホバーボードのニューブランドを立ち上げようと思ってるんじゃが、新人スターを探しておってんの。はい、おいらぴったりかも。なら早速うちのテストボーダーたちとレースでオーディションじゃ。マジか。もう早速やっちゃう。早速やっちゃいましょうか。なんかあるぞ。壊せるの？めちゃくちゃですやん。うわ、でもなんか結構難しいな。いやでもステージ割とまんまじゃねえこれ。ザ・ゲームと。ピッピッピッってこっちが開くねんな。ほら一緒やこれ、すげえ。ほらで、みんな死んでてもらおう。やったぜ。じゃあ早速ニューボードのコマーシャルを撮影開始じゃ。え、今？もちろん、とっくにカメラは準備してあるんじゃ。自然に喋ってくれ。人材が準備されてないぞ。はい、おいらラチャットあんで、あ、
ガラクトロンのホバー棒は誰にでも、ヨーメン、ガラクトロンの最新情報だ。ニューボードの XZ88 チキラッチョ。こいつはホットで超クール。こら、掘り出しもんだ。まあいい。じゃあバイバイ。ねえ、ご褒美にガラメカ割引で売ってくれない？社員割引で買うには2年みっちり勤めなきゃならんのだよ。今こいつで我慢しとくがいい。ほれ、あ、これ、うわ、これが欲しかったんですよ。ガラクトロン製ホログラマーはロボットが見張る場所に忍び込む際最も役に立つガラメカです。ええやん。装備した後丸ボタンを押すだけでホログラムがあなたを包み込みます。これでもうあなたは誰が見てもロボット。バリアーが張られた警戒エリアの中にも自由に出入りすることができます。ただし、もし武器を使おうとするとホログラムは消えてしまうのでご注意ください。なるほどな。